こんにちは。2020年10月6日です。幌川温泉で入浴させていただきました。そして、しかり別湖畔の方に向けて走ってまいります。この温泉は、4種類の泉質がある温泉です。幌川温泉は内風呂が3つ、そして露天風呂が1つということで、4つの泉質、しかも温度が全部違うということです。なかなか親切な、いい温泉です。北海道でもこれだけ泉質の違うのが1つの場所で揃うというのは非常に珍しいという、お話を伺いました。旅館はちょっといまいち古いんですけども、なかなか温泉は最高のところだったというのが、前の方のお話でも、そのように聞こえてまいりました。以前ここに来させていただきましたときに、多分ここは紅葉が綺麗だなというふうに思いました。そして今回紅葉の時期になりましたので、来てみました。しかしながらちょっと温度が気温が高いんでしょうかね。いまいちこう赤くなりきれないような状態です。お話を伺いましても、例年ですともっと赤くなるんだけど、今年はちょっと黄色っぽいんだよということです。確かに三国峠、瀬極峠というふうに、通ってくるんですけども、峠を見ましてもやはりちょっと黄色っぽいですね。以前ですとはもっと鮮やかな赤だなというのは分かってたんですが、ちょっと気温が高くていまいちということです。かといって時期的に早いのかなというとそうでもないんですよね。結構落葉してるんですよ。なもんですから、まあ今年はこういうような状況で終わってしまうんじゃないかなというふうに、思ってます。このところ帯広方面ぐるぐる回ってるんですが、その次はちょっとニセコの方にちょっと行ってみようかなというふうに思います。多分ニセコの方はどうなって紅葉綺麗なんでしょうかね。ちょっとわかりませんけども行ってみようかなと思います。今回は、このところは、しかり別湖、そして福原山荘の紅葉、そして、日照峠ですか、そちらの方を下って札幌方面に出てみようかなというルートを考えております。まあ、天気が良ければいいんですけども、まあ、今の時期ちょっと天候が悪いですよね。変化しますよね。天気予報を見ても秋晴れっていうのはなかなかないんですよ。まあ、ちょうどよく秋晴れになってくれれば大変ありがたいんですけども、ちょっと天気予報では曇りということです。これ前日雨降ったんですね。道路がこう濡れてます。そしてここはショートカット86号線だったんですかね、を通っていきます。で最初は道が広いんですけども、だん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 狭くなって、最後はしかり別湖畔の、温泉街のところに出るということです。落ち葉がありまして、結構滑りそうですよね。して急な坂が結構あるんですよ。してミラーがありまして、対向車とすれ違えないような、細い道が、続きます。結構落葉してまして木が透けてますね。ですからこの左側がしかり別湖なんですけども、そこを見通すことができるような状態になってます。まあ今走ってるところはまだこれ2車線あるんですよ、なんとか。でもこれからもう1車線になっていくようなところです。結構この道は長く感じますね。私何回も走ってるんですけども長いですね。スピードを出せないんですよ。要するにもう3速2速の世界なんですよね。それでゆっくり走っていくもんですから余計長く感じますね。距離的にはさほどの距離ではないんですよ。10キロちょっとだと思うんですけどね。でも長く感じる道です。こう言いますと左側の方にはしかり別北岸ですか、 北岸野営場、しかり別北岸野営場があります。そして山一つ隔てまして向こう側が鞘のキャンプ場ということです。いつもですとこの温泉街は素通りするんですけども、今回はちょっと寄ってみようかなというふうに思います。この風景もなんかアメリカ的なカナダ的な風景ですよね。なかなかちょうどいい光具合だったんで綺麗に撮れてるんじゃないかなというふうに思います。もう道はもうくねくねしてますんで気をつけてゆっくり走っていきます。対向車はほとんどありません。しかしながらこのカーブが嫌でですね、まあたまたま前に車走ってくれてるんで、その車の後をついていくんで楽といえば楽なんですけども、これ先頭になりましたら結構気使いますよね。まあ相手がセンターラインからはみ出てこなければいいんですけども、
時々ですね、ここ大型が通るんですよね。何なんでしょうかね、トラックなんて通るような道じゃないのに時々でかいのが走ってきますよね。あれどうしてんでしょうかね。この先もう一車線になるんですよね。そこでそういうのと出くわしたらどうやって、回避すればいいんでしょうか。トラックにバックせえちゅうわけにいかないんで、当然乗車側がバックするんじゃないかなと思うんですけども、まあ今回は来なかったから良かったですけどね。まあ後からですね、遠くから見てますとでっかいバスが行くんですよ、この道。よっぽど運転士自信あるんだなということで、大型バスでよくこの道走りますよね。大したもんですよ、私のキャラバンでもおっかなびっくりで、走るような道でした。もうすぐ、シカリベスコに到着いたします。この次の動画になるんでしょうかね。そちらの方で、紹介させて、いただきます。もうすぐ、幌加温泉の紅葉を少し、ご覧いただけるんじゃないかなと思います。入浴料は、600円です。600円で何回出入りしてもいいよということで、出入りしてっていいよって言っても、まあ、ロビーに行って休んでまた温泉に行くということです。まあ、玄関から出てはダメなのかもしれませんが、まあ、そのような感じのとこです。もうそろそろ幌加温泉の紅葉です。いまいちこう赤くはないんですけども、ちょっと赤みが足りないですけどね、まあ、綺麗です。鹿が出てきてました。鹿も全然逃げませんね。それから狐もうろうろしてますね。野生味いっぱいだというとこです。まあ、熊は出ませんよね。さすがに熊は来ませんが。で、お話聞きますと、こう、山の中に入る方がいらっしゃって、いろいろお話聞きますと、こう、熊だとか、こう、大きな獣いるときになんか匂いがするということですね。して雰囲気が変わるということですね。なんか、雰囲気が変わって空気が変わってしまったらおっかないから私はさっさと降りてくんです、っていうことを言ってましたね。さすがに、そういうときには大型動物がいるみたいです。まあ、しかも、まあ、怖くないって言えば怖くないですけどね。まあ、結構近寄ってきますよね。危害が加えてないから。こう来るんでしょうね。なかなかこう見晴らしのいい天気のいいところです。遠くの方には山が見えます。登山口は登山のベース基地にもなってるみたいですね。ここからなんか歩いて山の中に入っていく山道があるみたいです。これをこういうのがこう露天風呂に浸かりながら見渡すこともできます。時期的には最高の時期に来てるんですけども、ちょっと今年はちょっと分かりませんね。まあ、スタッフの方に聞いても今時期がちょうどいい時だよって言うんですけども、でもまあこの程度ですね。これ鹿です。全然逃げません。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。